7時くらいから寝て、本当は4時あったんだけど、行けなくて。それで、ちゃんと寝たら治ったから、よかったけど、大丈夫。大丈夫だった。頑張った。目薬持ってってなんとか。全然大丈夫だよ、みんな。なんか心配させちゃってごめん。そう。治った。寝たら治った。ヒピタ貼って寝て冷やしたら治った。おはよう。ヤマピー、びっくり。大丈夫だよ。そう、なんかだるいなって思って、朝から、昨日のなんか朝から、なんか体がだるいって思って、測ったら、学校帰ってきて測ったらあって、わーみたいな。昨日さ、ピムスっていうグループ、ピムスさんっていうグループの、前の事務所のグループなんだけど、のグループのライブ行こうとしたの。少しでも、全然先輩だから、少しでも勉強できたらいいかなって思って、すごい前から興味あって、で、見に行きたかったんだけど、行けなかった。ちょっとね、朝できないかなって思って、やめといた。食べ方がブスなんだけど。 まあいいや、ざっくり食べる。普通に持ちながら食べたいけど無理だ、暑くて無理。竹坊おはよう。あつしおはよう。みっちゃん大丈夫だよ。いわきの小賀さんおはよう。多いな。りく、みっちゃんありがとう。だいだいありがとう。カウントありがとう、みんな。カッサンもロボボックルも自分で作ってない。作ってない。お母さん。自分で朝からスープなんて作るわけないよ。自分で朝から作るのってパン焼くくらい。スープだよ、食べてるの。みっちゃんありがとう、だるま。もらった。無理しないよ。そう、ピムスさんのライブ行こうと思った。ちょっと勉強しないとなって、勉強になるかなって思って。もぐもぐ配信。もぐもぐ配信。ごめん、朝ごはんさ、食べないとあれだから、学校。めっちゃ合わないよね、カフェオレとスープって。でもカフェオレが飲みたかった。朝になるとさ、こういうの飲みたくなるんだよね。みっちゃんごめん。しょこたんもごめん。よし、おはよう。食べんのブスすぎる、まゆ。
食べ方がいつもマジで気にしないで食べてるから、さゆてぃありがとう、来てくれて。ただいま運転の仕事ない。お。あたたたた。あたたたたた。ねえ、なんか寒いね。寒い。ちょっと待ってね。寒い。寒い。いや、これ絶対ウィンブレ来た方がよかったわ。前のパジャマの上着。これであったかい。ありがとう。回収してきてくれて。いや、マジで熱い。このスープ。うん、あったかい。こっちの方がちょっとダサいけど。おはよう。大悟おはよう。鳥かぜおはよう。ごめん。ごめんね。ちょっと朝だし、ちょっと。ちょっとまだだるい。配信がだるいってわけじゃなくて。そう、昨日さ、夜休んじゃったからさ、朝からちょっとお化粧したんだよね。なんか悪いなーって思ってお化粧したの。鳥かぜ偉い。スープうまい。いや、毎日配信してるよ、大悟。何？ヘアテッチ。わかんない。読めない感じじゃなくて、英語。そう、でも悪いなって思ったから、ちゃんと洋服も着ちゃったんだけどさ。ヒーティックね。全然違うわ。朝早い。全然わかんない。何時から？ 5 時半だよ。5時半から始めた。カムカバー。まえちゃんおはよう。朝からちょっと歌えるかな。口笛を吹いてみ。あ、きつい。ひりつく、あ、きついわ。歌えない。声が出ない。朝って声出ないよね。うん、スープだよ。ありがとう。あ、こうちゃん。あゆむんだ。おはよう。無理やけ。お酒か。朝からスリル歌えないわ。朝からスリルきつい。うわ、スープとカフェオレ合わない。お茶にすればよかった。緑茶が飲みたい気分。ちょっと配信終わったら飲もう。
いろんな人に会うから風邪移されたんだね。まあいいね、ベッドだと落ちちゃうんだよね。前までベッドだったんだけど、そう、前まで2段ベッドで、まあ言う。お兄ちゃんと同じ部屋で前まで。それで2段ベッドで、で、2段ベッドにしたんだけど、2段ベッド1回落ちたことあって、ベッドの上から。2段ベッド柵ついてんだよ、だって。びっくりしちゃって、そのくらい寝相が悪くて、まゆ。本当に。いや、韓国語読めないよ。いや、韓国語と英語の意味がわからん。知らん人から欲しいぶんどってく ありがとう、あまる。コバ、ただいま、おかえり。体調悪い時に声はね、声出なかった。前の握手の事故、わからない。握手の時でも寒かった。カフェオレが飲みたかった。でもスープも飲みたかった。どっちも譲れないから、どっちも飲んだ。ぬるくなってきた。ぬるくなった。まだ湯気出るけど。そう。そしたらさ、なんか柵ありのさ、ベッドじゃないと絶対寝れない。柵ありのベッドでお前落ちるくらいだから、よっぽどだから、落ちない布団にしたっていう。布団派だから、私は。ベッドから前何回落ちたことあるんだろう。ホテルで寝て。ごめん。iPhone に変えた。充電切れた。充電切れちゃった。ちょっと邪魔だな、これ。やっぱ iPhone の方が明るいわ。ごめん。おめん、ちょっと おめんって言っちゃった。ごめん。もうなんかおかしいわ、本当に頭が。そう、充電器ってさ、今日朝配信する前に、充電させながら、はい、じゅ、あの、充電が切れてて、やばい、充電させながらやらないとダメだって思って、充電させたんだけど、ダメだった。スープだよ。卵スープ。みっちゃん、ありがとう。東京雨？じゃあ埼玉も雨降るかな。みっちゃん、ありがとう、ハート。嬉しい。めっちゃ腹減るんだけど。美味しい。美味しい。本当に？よかったね。そう、ちょっと。おかしい組み合わせだよ。
あ、ビョンドさん、ありがとう。嬉しい。本当に嬉しい。ありがとね。もう、みんな嬉しい。あ、さすが。2週。次は3週だ。この間、京都、大阪の遠征でも別、あ、落ちなかった。なんか、ベッドがでかかった でこめだった。あ、でもいつも同じサイズか。なんか、ルカチとかと、なんか、初めてホテルに泊まった時、一人じゃ怖くて、まあ言う。なんかホテルで。それで、なんか、ルカチ呼んで、一緒に寝たり、した時は、前が壁側だったから、ベッドから落ちなかったんだけど、でも一人で寝た時に、ベッドから落ちて 一人で寝た時にガッて、その時にベッドから落ちて、そう、それからまだ落ちない。最近は。あんまりありがとう。インスタね。な、インスタも返信してる。ユミおはよう。てかブス、今日。落ちないリンゴ。あー、うま。一人で寝るの怖いの そう、怖かったの。なんか怖くて、ルカチと一緒に寝た。ね、そしたらね。え？カラコンつけてないよ？カラコンめっちゃ言われんだけど。つけてないよ？つけてないよ？めっちゃ言われんだけど、まゆ。な、それも言われる。前田敦子さんに似てるって。みんな頑張れ。あー、カウントありがとう。カラコンつけてるようにさ、見えるの？眉って。カラコンつけてないよ。青丸、ちゃんと行きなさいよ。ほら、やってあげるから。今からじゃあ、青丸くんの、青丸ちゃんの、青丸くんの、青丸ちゃんの、卒業メッセージ。ちゃんだね。ちゃんだよね。高橋まいいですけど。あ、まゆルータン書いてあるじゃん。3推しか、まゆルータンは。寝ているルカチに、なんちゃらかんちゃら。青丸は青丸。黒目のサークルレン。いや、え、つけてないよ。つけてないの。え、つけてないよ。つけてない。めっちゃ言われんだよね。カラコンつけなければ可愛いとかさ。嬉しい。ちょっと前も書くね、じゃあ今から。じゃあカラフルにしてやるよ。しょうがないから、いつもしないけど、今日は頑張っちゃう。この中から、ちょっとペンを取って。そういえば、まえちゃんが、手紙もらってない、まだ。もうちょっと経ったらもらえるかな。
じゃあ卒業するみんなに書くね。嘘、嬉しい。ショコタン好き。じゃあ今日卒業式のみんなに書くね。バランスがやばい。バランスが。エジプトシールって何？みっちゃん本当かよ。とか言って。はい、じゃあみっちゃんのも書きます。みずきと青丸とみっちゃんね。おはまゆ、日曜日部活ないからその日に出すファンで、嬉しい。本当だわって言われた。本当だわって。ちょっと時間かかるかも。いや、おかしいわ。え、まだだよ、こうちゃん。夏でしょ？夏でしょ、部活終わるの。まだまだだ。長いよ。夏まではまだ。マユラ若い。そうなの、そうなの、学生さん意外と多いんだよ。マユラわあ、お、テスト勉強頑張れ。次なんかちょっと待ってね。おはよう、ケンちゃん。おはよう、はじめまして。おはよう、ケンちゃん。おはよう。最長ね、最年長何歳くらい？でも、最年長何歳くらいだろうね。なんかいろんな幅の人がいるな、やっぱり。その50代くらいの方もいるし、やっぱり前より年下の子もいるし、いろんな幅の世代の方がいる。前のファンは、まあみんなそうだと思うけど。あー嬉しい。あ、めっちゃ可愛いっすか。ありがとうございます。朝からお化粧したからかな。あ、でもめっちゃ薄くした。口紅とか塗ってないわ。あ、おじいちゃんありがとうね。おじいちゃんありがとうね。おはよう、星投げちゃん。あ、嬉しいわ。やこもえありがとう。ケンニーありがとうね。いってらっしゃい。
ケンさんおはようございます、今日は来てますよ、カンタ今日は一番乗りでした多分あまり怖い、本当に120歳だったの卒業じゃないやん親戚の89歳のなんちゃら、あ本当ですかヨッシーは20代くらいだよね、20代前半くらいじゃない、いや違う、あ嬉しい、いつもは化粧してないんだけど今日は化粧したの、やっと起きれた、ジョナさんおはよう、2週と50カウント終了、朝配信頑張ってるね、そう朝配信ちょっとね、いつも5時半から頑張ってんだ、私がいる、わかんないこの歌、私がいる、あちょっと待って、青春シンフォニー、ちょっと待って、女が今日は涙が出る、なんだっけ、トゥルトゥルトゥ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 だよね、青春シンフォニーだよね適当な感じがいいってめっちゃ言われるんだよね、どうしよう、なんとなくできた、あ、つむじスクショしたの、はいいりませんね、ハート書いとこ、いやマユは62歳じゃないから、ワク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 、やっぱね眉のカラーは黄色だから黄色のハートも描いておかないとね、花びらに見せかけたハート的な、ハートっぽい花びら的な、足がやばい、しびれる、レアちゃんから来ました、またレイヤーやってるんだ、来てくれてありがとう、おはよう、マユは先輩でした、いやあんまり98歳じゃないのいや違う、98歳で120歳か120歳だよね君、そうだよね、 HOC やほー、もうちょっと待ってできるから、もうちょっとで、ちょっといろんなハート書いてるからさ、いろんなちょっとハート書いてるから、ちょっとみんな待ってて、梅丸おはようございます、見せて、まだできてないよ、あーもうペンの色がねえわねえわねえわ、これしかない、
足がやばい、しびれて。朝からテンション高い？じゃあ前は夕方テンション高くする。できた。卒業するみんなへ、これからみんなもたくさんの目標に向かって頑張れ。あ、頑張れ。みんながこれから頑張る姿を見て、舞も一緒に成長するね。はい、好き、大好きですよ、みんな。ケンジありがとう。一緒に成長していきましょう。私もまだ全然なので。ゆうた、全部？はい。うん、頑張れ。私の敵と同じ。ね、ごめんね。もっと綺麗に描ければいいんだけど。前の顔もこんなに下がっちゃうよ。そのメッセージボード売ってください。あ、売るんですか？あ、本当に？確かに伸びしろしかないかもねとか言ってポジティブに考えます。そうだよ、これはみんなに当てたメッセージかもしれないよね。でも目標がある人みんなにちょっとメッセージそう、漢字書ける、このくらいは。あ、5万ですかだったらもうちょっと丁寧に。1000円かい、1000円かい、5万と1000円どっちかい。1050円に上がったよ適当でその字は、うん、もうちょっと丁寧に書いたらもうちょっとうまく書けるかな。うん、はい、仕事頑張れる？もうよかった、社長になってね。じゃあああ、冷たい、いらない。あ、今日 iPhone だから今日 iPhone だから。うん、でもね、さっきまでね、ずっともぐもぐ配信だったんだけど、いいよ、じゃあ心込めて言う、うん、本当に大好きだからみんなのこと。私友達がいないからさ、ちょっとみんなが友達なの。うん、そう舞は勝手に思ってるだけ。うん、あ、上がってるね、根が、値が上がってる。結構みんなで取り合いしてんのかな、オークションで。より一層切れたり見れた。もう諦めますCD1 枚分。もうみんな大好きだからね。 I love you お、英語前でも言えるから、 I love you くらいあー、パニャありがとう。あ、上がってる、上がってるよ。あ、頑張ってください。前も頑張ります、みんなと。諦めましたあ、取り合いに諦めましたか。みんな諦めちゃったよ。大好き、まゆちゃん、嬉しいわい。画面越しにニヤニヤ、ニヤニヤしちゃう？あ、もう分かってるよ、青丸返すってことくらい桜、桜んぼさん、うん、桜さんぼさん、桜さんぼさん桜んぼさんだよね、落選だって。本当に？
あっぴの赤ちゃんじゃん。外寒い。傘忘れたし。さ、ミカ。ミカ。世界一大好きだよ、だって。やったね。イエーイ。おはようございます。初見です。おはようございます。見てくれてありがとうございます。本当に好きです。あ、本当に嬉しい。元気だわ。トリカジありがとう。うちがエスな、マユ M だな。イエーイ。マユ M って言われる、でも。あのね、SM って言われる時もあるし。そう。でも M なのかね、みんなの前だと。何？肩なんちゃら上げてる。え、カニャンのモノマネじゃありませんね。みほ、だるまありがとう、ケンジ。元気玉いただきましたか。そうなの。いや、ちょっと髪の毛ボッサボサだから縛っただけだけどね。トリコありがとう。最近マイティ見れるから朝幸せ。イエーイ。初見です。違いますね、あなたは。私、見破れます。S っぽく見える？あ、本当に？あ、でも、なんか、でも、なんて言うんだろう。ここ、あの、ショールームとかでは、S に見えるかもしれないけど、でも、結構友達の前だとサバサバしてるかも。なんか、これはやだ。ちゃんと、嫌なものは嫌だって言うかな、言う方だと思う。それって S でも M でも関係ないか。やっぱ自分の嫌なものってさ、なんか嫌じゃん。だから結構言うタイプかな。ついに2位になった、おめでとうございます。トリカジさんありがとうございます。僕は嫌だ。だって自分が嫌なことやりたくないじゃん。本当に嫌だったら言うかな。でも、あ、でも結局ゲームか。そっか。ブッサイクだった今。今ブッサイクだったわ。 S なのかね、どうなんだろうね、よくわからないね。今日朝から TikTok あげようかな。マユ好きだぞ、ありがとうね、ねえ、ありがとうね。食べちまうぞ。みんなのこと食べちまうぞ。何？ TikTok やってるよ、やってるよ、みんな。みんな前の TikTok 見てね。高橋真由ってステッチ調べたら出てくる、出てくる。 M か。あ、前の TikTok マジ好き、マジ好き、本当に。食べちゃうから、もう草食べちゃうから。悪い子はいねえが、泣く子はいねえか。お母さんの言うこといねえ。お母さんの言うこと聞かない子いねえが。その子全員眉が食っちまうぞ、食っちまうぞ。ショコタン食べちゃった。あ、ダイザラ食べちゃった。もういない。ガクヤン、いってらっしゃい。初見で星投げました。嬉しい、ハッチ。もう最高。ティートックね。ティートック。ティートック。うん。いつもね、ティックトックだよってもう、あ、覚えた覚えた、ティートックみたいな感じなの。あるちゃんやってたね。
1. あなたが落ち込んだ日は私が全力で笑顔にします。 2. あなたが自慢したいと思える人になれるよう努力します。 3. まっすぐいつもあなただけを見つめています。 4. どんなことが訪れてもあなたは最後だろう。あだちなんちゃらなさんですか。わからない何の歌か。初コメ、まいちゃんおはよう、おはよう、かえ。本当に本当に天然アイリちゃん。かわいい、嬉しい、ありがとう。お茶の中で何が好きですか。緑茶、緑茶だね。緑茶とウーロン茶。は。麦茶あんま好きじゃない、眉。断然緑茶、ウーロン茶派。今日夜ショールームする？うん、もう配信予約してあるよ。配信予約、8だよね、今日。じゃあ前も筋肉ポーズしてあげるから。可愛いかは保証できないけど、筋肉ポーズしてあげるか。あ、前歌った告白十箇条。今一、あなたが落ち込んだ日は私が全力で笑顔にします。あ、こういう飴投げるやつでしょ、みたいな、はみたいな。あ、いい波乗ってんね、やったよ、かなちゃんと。なんとはなんちゃら、いい波乗ってんね、隣のあなたもいい波乗ってんね、財布の長いよいい波乗ってんね、みんな今日もいい波乗ってんね。ねえ、で、昨日はグミ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 ペヤ、3時だおやつだ甘いなカミカミ、サンキューだグミグミパリポッポみたいなやつ。あー、いいねもらった、イエーイ。ちょっと壊れてきちゃった。朝から何やってんだ私、何やってんだ、いつもの前に戻ってるじゃないか、何やってんだ、テンション高くなってきちゃったよ、何やってんだ。あと、トゥ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 ルー、ドゥングルペア、なんちゃらかんじゃー、みたいな。トゥ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 ルルー、みたいなやつ。ちょっと今日ね、朝ショールームの後に、ちょっと登校して学校行くね。登校してから。あー、分けたいけど、さっき元気玉やって、分けれなかったらちょっとダメかな。自己絵の方が可愛いね。本当に？よ、かわいいよ、よ、寿司だんまい。あ、なんだっけ。トゥン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 トゥ、ゲラボー、トゥルトゥ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 トゥ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 ルトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥル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 みたいなやつでしょ。そう、あの、ソーシャライトさ、人気出ないじゃん。もう頑張って私はたくさんの人に知ってもらいたいってわけよ。それを見た人、今日朝に2個投稿してから行こうかな。そう、今日は8時に友達ん家だから、ほら7時に配信終わらして、いや大丈夫、学校行ってから寝るから大丈夫、投稿してから投稿する。ダジャレ言っちゃったよ、ダジャレ、まあ、意外とダジャレ得意なんだよね。あ、草生やした食べちゃった。あ、本当にカンタ嬉しいわ。あ、やった、ちょっとかっこいいのも、かっこいいのとかわいいのやっていくね、学校。あ、ポテポ
僕らは逃げている、ウォーウォーテウォーテみたいなやつやろうかな。ウォーテウォーテ僕らは逃げている、ウォーウォーやろうかな。え、寝ないよ、寝ないよ。チーターが落っこちーた。言った。ショールーム社長の戦略は配信数増やして認知数増やしてある程度になれば希少価値上げてトップアイドル。そういうこと？あ、歌い出すとヒヤヒヤする？チーターよ、こチーター。じゃあパンダのおやつはパンダ。栗がびっくり、ひらめがひらめいた。ほら、たくさん言えたよ。くだらねえとか言われちゃったよ。くだらねえとか言われちゃって、うわ、てんてんてん。定番だね。定番のやつしかわかんないもんだって。え、みんなてんてんてんついてるもん。え、どうしたの？カレーにカレーを食べる。え、ほら、結構つぼってる人もいるよ。松の木の下で松。あ、座布団2枚だって。イエーイ。あ、笑ってしまった。よかった。イエーイ。笑っちゃう人もいるんだよ、ほら。笑ってしまう人だっているんだよ。ね？ね？ね？あ、ちょっと、あと定番くらいしかわかんないわ。ダサくないよ。え、布団一枚募集だって。あ、ダイダル食べちゃうから。ダサいですよ。ダサくないから。おはよう、まゆちゃん。たけおはよう。参りました。そりゃ笑うよ。しょうもなさが最高とか。おじさんに人気出るよ。ちょっとじゃあ頑張って勉強するね。落語とかそこの辺。うん。お絵描きやる？じゃあ舞が適当に絵描き歌考えよう。丸いボールがありまして、二つお山を描きました。真ん中ゴマを二つ振って、ちっちゃい白ごま書きました。お皿が一つありまして、そこからなんかが出てきます。おっきいお山を横書いて、体を書いたら、はーい、はーい、それで、まあ、最後に眉のサインを書いたら、はーい、完成。まゆるーたん。はーい、完成。まゆるーたん。どう？いや、まゆるーたんだから。はーい、完成。まゆるーたん。え、こないだより可愛い、こんな感じなかった？ね、だって忘れちゃったもん。マユルータの書き方。も、なんかこんな感じじゃなかった？でも。忘れちゃった、マユルータ。じゃあ次行くね。まず最初に、奇跡の馬さん書きました。足が4本ありまして。細い体を描きましたら、ふわ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 毛を描いて、花びら2枚
書きました。尻尾が足らんと錆びましてよろった目つきがありまして漢字の一を書きました。完成ブラックマイティブラックマイティえ、そう、適当に今考えた適当に今考えただけど見てしまうようなブラックマイティ。はい、次の絵描き歌へレッツゴー、レッツゴー。はい、へのへのもへじに似たもへじ、へのへのもへじに似たもへじ、へのへのもへじに似たもへじ、へのへのへのもへじに似たもへじ、そこにリボンを書きまして、はい、体を書きます。飛び跳ねちゃって女の子だからポケット書いたらそこにへのへのもへじ、バッグを持たせて、はーい、完成。青丸くん、はい、完成。青丸くん仕事、イエーイ。へのへのもへじにリッドもへじ、へのへのもへじにリッドもへじ、へのへのもへじにリッドもへじ、あー面白いね。あんまるくんこの間と同じよ、飛び跳ねてるじゃん。へのへのもへじにたもへじ、そこにコメントしてくれるてる青丸くんです。この子やっぱり男の子にした、やっぱりこの子男の子の方が似合う。うんもうこれは覚えちゃうでしょ、やっぱ自分で考えてもさ覚えちゃうよね。へのへのもへじにニッタもへじ、男にしたこの子。舞が楽しそうならそれでいいとここにいる人全員が思ってます。はい、ね、今日さ初っ端からさすごいね、いいね、好調だよ。もうちょっとで1300人、あ、1300人じゃない3000人学校で書いてね。うん、みっちゃんありがとう。かまどよしひろ、やっほー。みっちゃん、減らすな。いい歌じゃない？へのへのもへじに行ったもへじ。ちょっともっとキャラクター作りたいな。ペンペンどうやって書くんだっけ？え、青丸くん書けないの？だから、じゃあ、教えてあげるよ。覚えてね。絵描き歌。はい。さあ、はい。へのへのもへじに似たもへじ、へのへのもへじに似たもへじ、はい、へのへのもへじに似たもへじ、へのへのもへじに似たもへじ、そしたらリビンじゃない、リボンを書いて体を書いたらポッケが一つありまして、その中青丸書きました、バッマックを一つ持ったせたらお出かけテンションマックスだ、イエーイ、お出かけ行ってきます。半袖で書いて、はい、ズボンを書いたら青丸くん、青丸くん青丸くん、青丸くん、イエーイイエーイLet's go!
だからヘルエのモヘジに似たモヘジを書くの。ヘルエのモヘジに似たモヘジを書いて、え、強くないよ、ちょっと雑に書いただけ。体がちょっと違う。配信1時間経つよ。まだだよ、まだ。まだ更新じゃない。へ、の顔じゃ練習できない、ちょっと。前もいい歌だと思うわ。描き歌の才能あるかも。スケッチブック？ここにあるわ。イエーイイエーイ、朝から元気出た、よかった。まだか、まだだよ。熊野義弘どうやって書くか。あ、熊野義弘ね、思い出したわ。ただの熊さんだった。はい、おっきいな丸を書きました。あ、違う、大きなボールを描きました。二つ山がありまして、ちっちゃいゴマを二つ描きました。お花を描いて、お、あ、違う、なんだろうこれ。黒豆さんを一つ描きました。そこから波が出てきます。はい、アンパンマンの顔の横のほっぺたを二つ描きました。体を描いたら、はい、青丸くんじゃなくて熊野義弘。え、なに？え？え、清原流、え？嘘。え、嘘。え、りおちゃん見てんの？恥ずかしいわ。え、え、嘘でしょ？嘘でしょ？嘘でしょ？え、可愛いでしょ？どう？なんか違うけど、なんかこんな感じだった。あ、これが違うんだ。これが丸だ。あ、なんか違かったわ。あ、お時間です。ありがとうございます。更新します。バイバーイ。更新、更新、更新、更新。バイバーイ。え、なんか熊野義弘ちょっとこんな感じだと思ったんだけど。描き歌にしたらこんな感じになった。あ、じゃあこうちゃん描いてあげるよ。はい、こうちゃん描き歌の始まり。はい、丸を一つ描きました。三角お山が二つありまして、あれ、頭の上に肉がある。お目目を二つ書きました。はい、お豆が一つありまして、お口を書いん、なんだろう、棒人間の下半身一つ、あ、適当にほっぺた書きました。はい、肉猫こうちゃん。あー、くまさん、ありがとう。くまさん、くまさん、くまさん、いくよ、おはよう。いくよ、ありがとう。くまのよしひろさん、いいなー、かわいい青丸くんって、まら青丸くんはあれでもう前の出来作なんだけど、一番の出来作だね。ちょっと肉猫こうちゃんと並ぶ出来作だわ。これもいい感じ。あー、まあ、ちょっとキャラクター作るセンスがあるかも。
いくえん、ありがとう。あれ、ルカチは配信してないの？いくえん、ありがとう。あ、青丸くんアバターにしたい。ほら、そう言ってくれてる人もいるんだよ。喜びなさい。わー、やったーって喜ぶべきだよ。え、だから、ヘドヘメのモンヘジに似たモンヘジ。え、メッセージ書きたかった。頑張れ、翼。応援してるで。学校でちょっと応援してる。うわ、頑張れ。わーって。クマのヨシイロキーホルダー欲しい。え、作りたい。え、普通にヘノメヘノモヘジのキーホルダー作りたい、まゆ。あげたいよ。ヘノヘノモヘジに似たモヘジ。あー、もう滑舌が悪い。ほんとに。まゆ、偉いぞ。アバターになったらこの部屋青丸だらけになって不気味。え、前の自信作なんだけどね、青丸くんは。さくらんぼ？あ、さくらんぼ？もう簡単。さくらんぼなんてね、30秒で完成しちゃうから、まずキャラクターを作んないとね。これは誰でも書けますね。さくらんぼ。はい。ほら、これ誰でも書けるよ、みんな。でしょ。ギャグ。クオリティ下がった。じゃあマジでちょっと真面目に考えるね。いきなりクオリティ下がったとか言われたらちょっと、ちょっと待って。そう、さくらちゃんと熊野義弘？もう覚えたよ、書き方。じゃあ熊野義弘、書き方ちょっと変えるね。もうちょっと可愛くしたいわ。ある日、森の中、熊さんに。あ、もう丁寧に書く、ちゃんと。桜も難しいわ。あれしか前は思いつかなかった。じゃあさ、さくらんぼさ、熊野義弘シリーズのさ、マスコットキャラクターにしちゃおう。そうしちゃおう。メインは熊野義弘くん。サブキャラ的な？前はここで物語をちょっと使ってる。え、メロンパン、いくゆんかな？だってルカチめっちゃ好きじゃん。カモちゃんとか。まあ前の配信来てくれてないから多分カモちゃんは。でも私は知ってるんだよ。他の配信見に行くといるから。なんか熊の石色だけにあるものが欲しい。やっぱサブキャラが必要だ。さくらんぼお願い、サブキャラになってくれ。でも熊野義弘より人気があるサブキャラだから、そっちにメインが行く。あ、男の子だから眉毛でも描いちゃおう。
あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。かわいいじゃん。かわいいじゃん。なんか可愛くなっちゃった。え、めっちゃ可愛いんだけど。なんか可愛くなっちゃった。可愛くなっちゃったよ。めっちゃ頑張ってさ、考えた結果すごい可愛くなっちゃった。え、ブサイクにしたかったんだけど。可愛くなっちゃった。え、前のキャラクター考えてほしいわ。可愛くない？やっぱブサカワ、ブサカワ、ブサカワ、めっちゃ可愛くない？え、なんか頑張ってさ。そう。可愛くなっちゃった。あ、でもね、このさくらんぼで歩けるの。あの、さくらんぼってさ、2個あるじゃん？だから歩けるの。で、さくらんぼ。このポケ、なんか、クマのヨシイロはさくらんぼが大好きで、さくらんぼを食べるの。そう。歩くの。サブキャラサクランボ歩くの。やっぱサクランボをブサイクにするしかないかな。でもこのシリーズは可愛いのでいこう。ちょっと青丸シリーズブサイクでいくから。え、こっちの方が可愛いよ。こっちの方が絶対可愛いんだけど。前はこっちの方が可愛いって思うね。なんか桜も描けないわ。普通のキャラクターになっちゃう。あなた難しい。ちょっと描くの。本当に難しいんだけど。全く思いつかない。どうしよう。どうしよう。桜も難しいな。ちょっとキャラになれなかった、君は。あ、うちのアバター？あ、それだったらいいよ。扱いの雑さ。もうさくらんぼが好きなの、熊野よしひろくんは。じゃあパンにする？
メロンパンでもいいんだよとか言って。出ます。バイバイディアディア。トワゴロン、トワゴロン、トワゴロンはトワゴロン。わからない、体がわからない、顔はこんな感じっしょ。そう、ちょっとまゆさんはね、カレーパンとか、あとちぎりパンとかクロワッサンとか、そうなの、久しぶりに、ありがとう鳥かじ。いや、メロンパンはね、あんまり好きじゃないんだ。ちょっと悪いけど。でも、わかんないもん。頑張って書いたつもりなんだけどさ。え、わからない。やっぱりちっちゃくて。いや、名作だよ。で、頑張ったんだけど、アーマルめっちゃ。え、ちょっとペンペンの前のペンペンがいいな、やっぱりペンペンは。でもなくしちゃったんだよな。なんだろう、キャラクター作るセンスがなくなってきちゃったんだろう。あー、キルハおはよう。え、どうやって作るの？そしたらやっぱり青丸くんが第一号だよね。うん。似たヘ文字。CD 書きも。希望しますか？希望しちゃいますか？アッシュおはよう。いや、まゆるーたんなんかさ、なんかうまくいかない。ちょっと考えよっか。あ、こっから違うんだ。思い出した、こっから違うわ。こうだもん。あれ、ミッキー描こうとしちゃったよ。いや、違う。マユルータンなんかうまくいかない。うん、いかない。物に当たるマユ。あおこおはよう。マユ、おはよう。おはよう、ゆきたん。マユ、朝練行ってくるね。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。多分、こうちゃんはサッカー部。2号はブラックマイティンか。いや、ブラックマイティンの方が絶対いい。あ、すいません、また、あー、竜遅れた。おはまゆー、スケッチブックに登録。あ、もうダメだダメだ、思いつかないぞ。いや、本当に青丸が一番もう自信作だわ。あ、だよね、正解だよね、洋服でわかるわ。可愛く見えてる、意味がわからないよ。だって化粧してるもん今日。走りだ、ブンブンブンバシャー。前のトレインじゃない、この歌。前、真のトレインがわからないんだよね、歌。浮気タイム。富士です。今日は反省会です。はい、反省会しましょう。あ、なんでちゃんと来なかったんですか。あー、スケッチブック、スケッチブック、いや、そこまではしなくてもいいかな。そうだよ、トレインだよ。わからないのでも歌が。
あの真のトレインがわからないの。前は昔のトレインはわかるんだけど、真のトレインはちょっとわからない。ブンブンブンブシャー。声が高いよね。タラララララ。あ、声高くて今ちょっと声が出ない。マユティン、マユティン動物園広めるチャンスじゃん。そこしか歌えないっていうね。タラララララ、タラララララみたいな感じの。ショコタありがとう。ちょっとマユティン動物園今度書くわ。マイティン動物園今度書く。ちょっともう10分くらいしかないから、ちょっと10分で作成できないから。私キャラクター考えるの大変なんだよ。みんな毎日のために今日も寝ないで準備したのに寝落ちした自分を怒ってや。アッシュ大丈夫だよ。はやぶさが夢を乗せてゆく。あー、たくさんいる動物園に入る人が。ちょっと頑張んないと。まゆ頑張るわ、頑張るわ。ちょっとマイティン頑張っちゃうわ。あのさ、黄色の洋服持ってないんだよね。いや、出そうよ、そこは。そこは出そうよ、マイティン喜んじゃうぞ。兄かぞ、兄貴。もう、マユのこれから兄貴だね。おはようございます、兄貴。なに？はやぶさが、夢を乗せてく。わかんない、歌が。あー、あのワンピース？もう一生着たくないね。マーティン動物園飼育係。あ、いいね。そのキャラクターいいよ。たくさん作っちゃうから。マーティン動物園ロボットにするから。ロボットが飼育して、もう、そう。だから、人はマユしかいないから、ちょっと、人を集めてる人。人。人が欲しい。動物よりも人が欲しい。私の動物園は得体の知れないちょっと生物が、あの、この世にたった一つしかない生物がたくさんいるので、ちょっと、あの、その飼育するのは、やっぱり人間じゃなくて、あの、ロボットが、やっぱ適してるって思うんですよ。だから、アシュのその、あの、四角いロボットが最適なんですよ。あの、熊野義弘は、なんか結構普通なんだけど、おとなしいから、でも、青丸がちょっとあれで、ちょっと、元気を超えちゃってるんですね。はい。シェラムーン。月に向かって、お仕置きよ！ごめんね、素直じゃなくって。胸の中が、ララララ、自動だ、たらたらららら。今すぐ、タラララララ、泣きたくなるのね、電話もできないら、だって主張のヒロイあとはなき今日。月の光に、ララ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 。そう、ちょっと今日は朝からハイテンションなの。ありがとう。はぁー、月に変わってお仕置きよ。はぁー、ちょちょちょ
しょ。だから足がロボットやって。あ、そうなの？キルありがとう。そう、いつも檻から脱走しちゃうから、ちょっとロボット12体制で、ちょっと青丸を捕まえて檻の中に入れるの。だから、青丸をちょっと、おとなしくする、今、ちょっとトレーニングのロボットがいて、で、それが、ちょっと足りないから、今、眉が作ってるわけよ。うん。建築関係、トントントン。トリカちゃんありがとう。よ、ヨシイロくんは偉いんだよ、ほんとに。いつも檻の中にいて、もうサクランボあげるから。うん。ショコちゃんありがとう。もう前決めたんだ。サクランボはただのサクランボにするっていう。あ、ごめん、朝からおかしくて。今日ダメだ。鼻水も出るし。ああ、鼻が。もう、ヨシヒロくん、脱走希望しても、最終的には前のところに戻ってくるから偉いんだよ。アーマルはそうじゃない。北海道に向かって走って帰ろうとする。したい。そう、花粉症なの。だからちょっと、もう、人間の飼育員を、ちょっと、5人くらい、ちょっと集めたいんだけど、誰か希望者いませんか？そう、めっちゃ寝た、マジで。あ、ちょっと青森にちょっと足たくさんいるから、そう、無駄なんだけど、青森くん、うん。あ、カンタ鍛えてるからいいね。鍛えてる人希望で。うん。あ、姉さん、できれば、ちょっと、ムキムキの人がよろしくてですね。姉さんムキムキでしょうか。カンタ合格。ヨシヒロ多いな。ヨシヒロ多いな。いや、多いな。青森にもヨシヒロさんいないですか？ワンちゃんファンの。あ、ムチムチですか。逆にいいですね。はい。ムが最初につく人はいいですね。ムキムキ。ムチムチもいいですよ。はい。つかも、おはよう。さっきからいますよね、あなた。そう。アシュはたくさんいるから。うん。ちょっと、亜種人間版がちょっと青森いるから、ロボットより強いから大丈夫。あ、パニャも王国民なのね。あ、かわいい、ありがとう。あ、そうだ、吉高さんだ。吉弘さんじゃないわ。ごめん、吉高さんだ。ごめんね。あ、高成も一緒にやる？トレーニング。カンタと。あ、イクユンルカチャって知ってます。あなたはやっぱルカチャだと。はい。その次の次の次と次くらいに、私を押してくれるのかなって感じです。え？え？え、J 押しなんですか？ J 押しなんですか？ポニタン兼マユラですか？そうですか。やっぱりマユに一途の人はいないんですね。もういないんですね。マイティ先輩付き合ってください。あー、どうしようかな。私ごめんね。私みんなのマユティだから。みんなの前って言ったから。ああ、やっといた、まゆいちずの人。あ、知ってます、キロハ知ってます。知ってますよ。はい、知ってます。
ああ、ショコタン知ってるよ。ショコタン知ってるよ。うん。あ、じゃあ頑張るね。ほら、今、サムサムって書いてあるもん。サムサム？サムサム？サムサムって言っちゃうんだよね。サムサムなんでしょ？ダメなんだよね。いや、いいです。いいです、しなくて。やっぱ、吉高さんは J 推しなんでいいです。私はずっと王国民だと思ってました。J 国民なんですね。知ってるよ、コバ。お、スカポン。でもあなた、あなたもね、最国民だもんね。頑張るね。うん、強いよ、でも、サムサムは。強いよ、うん。そう、近くにいるってことよ。だから、サクランボってさ、可愛いじゃん。だからさ、よくさ、サクランボのさ、雑貨とか売ってるじゃん。だから、サクランボは可愛いんだよ。うん。可愛いの。だから、あえてそのまま。サクランボはそのまま。ああ、嬉しい。嬉しいわ。あ、じゃあ、グッドティアーズの中では、マイが2番ってことかな。マユが2番ってことかな。あ、やっぱりマユ2番の女なんだね。うん。二押しが多いんだよ、私。多分、マユの思ってる中。あ、ほら、ほら。ツカポンは、ほら。ツカポンいろんな人押すから。もう、イエーイ。え、本当に？え、何の、どういう話してた？あ、7時になっちゃった。あ、もうちょっと配信しよう。イエーイ！高成イエーイ！ほら。若菜推しって書いてあるから。若菜推し。若菜ちゃんか。頑張るわ、ちょっと。勝たないと。トキちゃんに富士の剣バレとるで。うーん、富士に、富士だからさ。あ、そうなんだ。じゃあ許す。